どうも皆さんこんにちは、イサフトです。そうしたらですね、今回も遊戯王デュエルリンクス遊んでいきたいと思います。で、皆さんにですね、まず謝罪しなければならないことが、ございます。私レジェンドランク2になる昇格デュエルですね、録画してるとばっかり思い込んでいたんですけども、全く録画ができておらず、無事動画がありません。本当に申し訳ございません。なのでレジェンドランク2から3に上がる昇格デュエルからやっていきますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは早速いきましょう。よし、じゃあマッチングしました。お、相手はエド・フェニックスですね。対戦よろしくお願いいたします。よし、じゃあね、これを勝てば昇格レジェンドランク3になるデュエルやっていきたいと思います。いや、最初の手札はいいよ。これ先行だったらな、毎回いいんだけどな。なんかね、高校が多いんですよね、ほんと。なんでかな。まずね、黒の魔法陣を発動していきます。手札も、マジか、持ってくるのは、ブラマジ。そしたら次のターンは、でも、次のターンはどうせ出しちゃうからな、意味ないんだよな。よし、これでターンエンドですね。相手の伏せカードだけか、手札が悪いのか、それともそれが要になるのか。どうなんだろうか。融合賢者、はい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 。融合、何の融合だ。 D ヒーローの融合なのかな、やっぱりエドだから。相手マジで、じゃあここで一気にちょっと決めに行きましょう。手札からブラックマジシャンを特殊召喚します。そしてさらにデッキから持ってくるのは、もちろんマジシャンオブブラックイリュージョンを特殊召喚。さらに黒の魔法陣でこのトラップカードを、うわー、なんかあるな、すんなり除外されてくれないな。なるほどな、しょうがない。よし、じゃあ俺のターンドロー。ナイトエンドソーサーか。ただシンクロの素材にもできないから、うわ、微妙だな。攻撃力も若干足りない。どうしよう、これはね、迷いますね。どうしようかな、どうするのが正解だ。いや、めっちゃくちゃ迷う。生贄にするか、でも今してもあんまり意味がない。めっちゃ迷う、めっちゃ迷う。3、いやー迷うな。いや、しょうがない、これはちょっと様子見ですね。このままダイレクトアタック OK、 ターンエンド。いやー、でも何が正解だった。シンクロするのが正解。いや、それはないな。どうなる、融合してくる。あ、いや、マジシャンズナビゲートで融合を無効にする。そうだね、まず何もさせないところが重要。これで相手がサレンダーしてくれればいい。頼む、まだ融合とかもうないよね、さすがにないから融合賢者使ったんだよね。お、なんでしょう、竜魔道。うわ、あるんかい。なるほどな。ということはブラックキャバレリーか。あ、違う、伝承の竜騎士ガイア。あ、ブラックキャバレリーにわけないなスパイラルシェイバー。うん、攻撃力を超えた分ダメージを与える。うわー、やってんな。でさらにドローできると。なるほど、こいつは強えな。どうすっかな、かけるしかないな。もうだってこいつは役に立たないから持ってくる。これは厳しい、ドロー、底なしか。いや、これはでもかけるしかない。ダメか、貫通だからな、どうしようもない。ターンエンド。いやー、これでも相手がモンスター出してきてくれるよね。 OK、 そしたらこの子に底なしの落とし穴をする。1900ね。 OKOK、 さらに、あ、そうだね、多分これでチューニングする予定だったんだよね。あぶね、あぶね。で多分OK、 バトルヘッド入る。でそしたらスキルを使おう。持ってくるのはナビゲート、
いやもうこうなったら黒魔術のカーテン、いや違うな、黒魔術じゃないな、うわ迷い、めっちゃ迷い、いやでもマジシャンズロットかな、マジシャンズロット召喚する。まあ持ってくるのはもちろんナビゲート一択、よしで、でだ、であいつ1900だもんね、ターンエンド、あぶねえ、てか黒の魔法陣じゃねえやんねんけ、黒魔術のカーテンなんて持ってきてたら終わってたわ普通に、手札に2枚あんだもん、あぶねえ、なんか普通にプレミするとこだった、もうなんかドキドキしてる。 OK バトルフェーズ入る、で相手は勝ったと思ったけどマジシャンズナビゲートを発動していく、手札からブラックマジシャンを特殊召喚で、でまあもう召喚するのはマジシャンズロットしかいない、で黒の魔法陣の効果でこいつを除外、なーにー、カードを破壊か、無効ではないのか、問題ない、オッケー、いいよいいよいいよ、でターンエンド、よし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 、ドロー、ブラックマジック使いたかった、332で8か、8のシンクロはいねえな、まあいいか、ブラックマジシャンを通常召喚で、チューナーか、どうしようかな、これはなんだ、あ永遠に残んだ、そしたらなんかこいつ怖いから除外する、でブラックマジックバトル破壊、オッケーオッケー、流れが来てんじゃないか、いいぞいいぞ、で次のターンチューニングしてドラッグオンバーミリオン出せば勝ちでしょ、何これ、自分拾って存在しない特殊召喚する、やだやだやだ、なんか展開力ありそうだから、ナビゲートで向こう、いいえいいえ、よっしゃーこれでエンドしてくれる、オッケーオッケーオッケー、これはこれは来たんじゃないか、ドロー、狡猾はもういいない、いやでももうやるしかない、ドラッグオンバーミリオンチューニング来い、俺の新しい切り札ドラッグオンバービリオン、そして効果発動、ナイトエンドソーサラーを除外して、いやもうでもかけるしかない、モンスターを破壊、手札に加えるだけだよね、オッケーオッケー、よしよしよし、そしたらとどめだ、ダイレクトアタック、よし来た、やった、嬉しい、よしじゃあこれでレジェンドランクが3に上がりますね、いやー嬉しい、昇格ありがとうございます、よし来た、よしじゃあ次ね、こっからレジェンドランク4、5とやっていきますので、どうぞよろしくお願いします、最後までご視聴ありがとうございます、また次回の動画よろしくお願いします、それではさよなら。